だから信義もその稲川会の岸本組の実施なわけじゃん。ねえ、あんだよ、それね。で、今だからそのなんだか、なんだか徳武っていうのが、なんか俺のことをポンチューだとか言って、なんかそれ出したりとかしてさ、ね。俺は敬語派とかなんか言ってたけど、またその次の日になんかその中年キット、中年なのにキットとまたなんか配信したりとかしてるじゃん。だからそういうのなんか気分が悪いっつうかさ、めんどくさいじゃん。もうめんどくさいじゃないですか。だからとりあえずいいだろ、とりあえずつまなくて。 はい、あ、深田。あ、板が圭吾君の二十歳超えたら組織力という言葉に感銘を受けました。あ、そうなんですか。ああ。ね、板が工藤会って言ってます。二十歳超えたら組織力でしょ。ああ。ですね。それはもう間違いないじゃないですか。そう。別にその組織とかも使わないで、ね。話がまとまってうまくいくんだったら、それに越したことは本当にないんですよ。ね。それはそれで自分でやれば、流せばいいだけだからさ、その話をさ。ね。そう。本当めんどくさいんですよ。